白霊は石油天然ガス金属鉱物資源機構が保有する海洋資源探査船である。日本周辺海域の海洋資源の調査、開発を目的とする。同盟の資源探査船としては金属工業事業団が建造した白霊丸、第二白霊丸に続く三代目となる。政府の海洋鉱物資源開発政策に基づき設立された。 海洋技術開発株式会社が運行業務、調査支援業務を自宅している。1980年に就航した船内の資源、探査船である第2博麗丸は、船例30年以上となり、老朽化していること、掘削能力、定点保持能力が限定的で、調査能力に限界があること、船内空間の余裕がなく大型調査機器、生態系調査設備などが、 搭載困難であることなどから代替が必要となった。2008年3月に、閣議決定された海洋基本計画に、海洋調査船の新造が盛り込まれ、平成21年度補正予算において予算化された。提案公募の結果、2010年1月23日に、三菱重工業と建造契約が締結され、同年7月8日に、 三菱重工業下関造船所で非公式が取り行われた。その後、2011年3月23日に浸水、先々台、仙台の船名を踏襲して白礼と命名された。引き続き船内設備などの工事を行い、2011年1月31日に、竣工ジョグメックへ引き渡され翌月に就航した。 日本船舶海洋工学会の主催する Ship of the Year 2012では技術の独創性、革新性と完成度が評価され2005年の地球以来となる技術特別賞を受賞した。船首楼型の船型で船体の船首側に居室や研究室、操舵室などが配置されている。機関室は船体中央部に設けられており、ファンネルは左舷に寄せて設置されている。 船体中央部には、ムーンプールが設けられており、底部には、ソナードームが設置されている。ムーンプール上部には、調査機器を吊り下げるガイド装置付けハンドリングタワー、または、船上設置型ボーリングマシンを選択して装備する。調査機器用の専用ウインチを10台備えており、5台は、海底着座型掘削装置等の、吊り下げ型大型調査機器に対応した。 自動干渉機能付け高性能電動観測ウィンチとなっている。船尾側は調査作業看板となっており、調査機材の搭載のため、スライド式移動台車2機、各種クレーンなどを装備する。作業看板は、機関板で、機材固定用の埋め込みボルトコーが配置されている。船尾の大型クレーンからは、吊り下げ式の大型調査機器の運用が可能である。曝露部にはステンレスを多用し、 メンテナンス性の向上とライフサイクルコストの低減を図っている。洗浄設置型屈作装置を搭載した白霊の線尾海底着座型。洗浄設置型の2種類のボーリングマシンを搭載する。海底着座型は、船体から本体をケーブルで吊り下げて海底に設置して、屈作を行う装置で、第2白霊丸で使用していた。 最大震度6000メートル、掘削長20メートルの従来機と、最大震度3000メートル、掘削長50メートルの新型機を搭載する。洗浄設置型は、洗浄に設置した本体から、掘削パイプを海底面に伸ばし掘削を行う装置で、最大震度2000メートル、掘削長は400メートルである。洗を設置型の搭載により、海底着座型が使用できない。 急峻な地形の海底熱水交渉における調査やメタンハイドレートが存在する大震度での掘削調査が可能となった。このほか、海底の資料を採取するパワーグラブ二次元物理探査用エアガン、サイドスキャンソナー、遠隔操作無人探査機などを搭載する。長時間の掘削調査を行うための高精度な定点保持機能と 音波を使用する探査機器へ影響を与えないための水中放射雑音低減に主眼を置いた構成となっており、機関はディーゼルエレクトリック方式、推進機はアジマススラスターが採用された。アジマススラスター2機、バウスラスター3機の推進機と自動白衣保持装置の装備により強力な定点保持能力を有する。水中放射雑音低減のため大直径。 低速回転型のハイスキュープロペラを採用、発電機は二重防振指示、各種機器や配管も防振指示となっている。抵抗の少ない船型と電気推進システムの採用により、燃費向上及び二酸化炭素や窒素酸化物の排出抑制を図り、環境負荷を低減している。国際開示機関の環境基準に対応した廃油処理装置、焼却装置などを搭載。 将来的に適用となる国際海洋汚染防止条約、バラスト水管理条約、シップリサイクル条約などの各種国際条約に対応した仕様となっている。ありがとうございます。